トリカスタン原子力発電所は、フランス共和国ドローム県サンポール・トロワイ・コール社島の西に所在する原子力発電所。施設は、ドンゼール・モンドラゴン運河の西岸にあり、アビニョンから北へ 40km、バランスから南へ 60km に位置している。トリカスタン原子力発電所は、ドローム県のピエール・ラットとサンポール・トロワイ・コール社島。 および、ボレーヌにまたがり建設されたトリカスタン、原子力地区内に設けられている、原子力発電所で、1974年から、建設が始まり1号機と2号機は1980年に、3号機と4号機は1981年に、運転を開始している。原子炉は加圧水型原子炉で90万、キロワット級で、合計360万キロワットの発電能力を、 持つ。冷却水は、ドンゼルモンドラゴン運河から取水しており、核燃料は、核燃料製造をフランスベルギー社で生産され、港内引き込み船を通じて、鉄道で運び込まれる。使用済み燃料は冷却プールで数ヶ月間、格納され、その後は、鉄道で、ラーグ再処理工場に運び込まれる。発電所は、約250億キロワットアワーの電力を生産し、 フランス全国電力生産量の約6%を生産している。また、消費電力の約3分の2にあたる約150億キロワットアワーが付近にあるユーロディフの濃縮工場で消費される。これにより送電損失を減少させている。1999年に発生したブレイエ原子力発電所の洪水事故を受けて、 原子力安全防護研究所、一夫さんの報告書で、トリカスタン原子力発電所に隣接する運河の洪水の危険性について、再検査の必要が唱えられた。2003年7月12日から22日にかけて、数度にわたり、排水制限温度の摂氏27度を超える、使用済み冷却水が、合計44時間にわたり排出された。 排水の温度は最高摂氏28.8度だった。2008年7月、天然ウランを含むウラン溶液18000リットルが誤って放出される。格納容器には清掃と修理作業のためにウラン汚染水貯水槽を備えていたが、貯水槽の容量を超える量の未納宿ウランを含んだ汚染水が流入したため、 30立方メートルのうち18立方メートル分が地面に漏れてしまった。検査の結果、ガフィエール側とロゾン側で高濃度のウランを検出した。微量の放射能が含み、重金属としての毒性を持つウラン7 5ラムを含む汚染水が漏洩した。放出水定量は最大で天然ウラン3 6 0ラムで、当初は通常レベルよりも、 約1000倍ほど高かったが、その後急速に低下している。地面と地表水の検査では許容放射線量より、最大で5%高い数値が出た。周辺の地面を調査した、クリラッドの地域監視グループは異常に高い、放射線量を計測した。当局は、ガフィエール側とロゾン側からの飲用水と、農業用水の使用を禁止した。この他にも、水泳や、 ウォータースポーツに釣りも禁止された。この事故は国際原子力事象を評価尺度レベル1に分類された。同じ月には約100人の従業員が停止した原子炉から漏れ出した放射性粒子によって被爆した。問題はこれだけにとどまらず、2005年にはロマンシュルイゼールにて核廃棄物を含む保護シェルが発見される。 あれば社は環境を汚染することはない、としたが議論を巻き起こす結果となった。このシェルはかつて、フランス軍関連の各廃棄物置き場にあったもので、廃棄物は防護されているものの風にさらされ、容器が腐食していることが報告されている。また、発見から原子力安全局へ報告されるのに8時間、その後地元自治体に伝えられるのにさらに6時間も、かかり、 この報告体制も問題となった。この事件の影響により、周辺で生産されるワインの販売量が低下。生産者側の要望に応え国立原産地名称研究所は、奥のことをデュトリカスタンをグリニャン・レザ・デマールに変更する許可を通知し2010年ヴィンテージから有効となる。核原子炉の特性は以下の通り、 2013年7月15日、グリーンピースの活動家数十人が発電所敷地内に侵入。フランス政府に閉鎖するよう訴えた。ありがとうございます。